ハプログループ CM217 系統名称、ハプログループ C2 とは、分子人類学において、人類の不敬を示す、Y 染色体ハプログループの分類で、ハプログループ C の下位枝に属し、M217P44PK2 によって定義されるグループである。かつてハハプログループ C3 と呼ばれていた。約5865年前に、 C1 回3393、Z1426 と共通の祖先から派生して、現存のすべての CM217 の最も近い共通祖先は、約35383年前に、ユーラシア大陸北東部で生まれたと考えられる。民族の総人口に占める割合としては、ユーラシアでは、ツングース系民族、モンゴル系民族、カザフ、ハザーラ、コリアーク、 イテリメン、ユカギール、ニブフに多く見られ、アメリカ大陸では、ナデネゴ族アシャに比較的多く見られる。日本人には3%ないし6%ほど観察されている。ハプログループ C の拡散ケロ、ハプログループ C には、アルタイ諸語とコアジア諸語、ナデネゴ族アシャに高頻度である。デネに多いのは CP39 であるが、ハプログループ Q がそれ以上に高頻度であり。 でねエニセイ語族仮説があることから、言語系統を反映しているのは、ケット人にも高頻度のハプログループ級と考えられる。一方、コアジア諸語の苦手は、CM48 であり、その回系統の一部が、アルタイ諸語と強い相関を示すことから、アルタイ諸語の基礎には、二部フ語のようなコアジア諸語が想定できるかもしれない。なお、アルタイ系民族で高頻度な C2 の多くは、 CM48 や CP39 を含む CL1373 系統であるが、逆に、朝鮮民族や韓民族、日本人など、東アジアの民族では、C 海戦67系統が大半で、CL1373 はわずかである。しかし、バイカル湖周辺のブリヤート共和国に居住する、ブリヤート、ソヨト、 ハムニガン初戦住民族及びカザフのコンギラト部に、o い c m 4 0 7は、東アジアに o い c 海戦67系統に、属している。CL1373 と、C 海戦67は、おおよそ34,400年もしくは35,383、95%CI33,305、対37,537年前に、 段形直径祖先の血筋が分かれたと推定されている。なお、朝鮮語の担い手として、C 回線67系統が想定できるかも、しれない。世界諸民族における遺伝子の分布を比較する分子、集団遺伝学的研究などによく利用される1000人、ゲノムプロジェクトの日本人、サンプル56人のうち2人が、 CM217 に属しているという結果が2016年の論文で報告されている。さらに、二人が C 回1 6 7のサブクレードにあたる C 回3850と C 回5477、SK1036 にそれぞれ分類されている。サンエトールは北アメリカ先住民にも見られる C2AL1373 が 最終表記後の17,700から14,300年前に拡散を開始したと算出しており、アメリカ先住民が2万5,000年前にベイリンジアにいた集団に由来するとする説に異論を唱えている。ありがとうございます。